結婚式前に彼女が新たな借金を作ってきました。どうしたらよいでしょうか。30歳の男です。私には9月に結婚式を挙げる予定の28歳の婚約者がいます。彼女には付き合った当時から100万円の借金があり、一緒に返していこうと少しずつ節約しながら返してきました。今月で残り20万円となり、結婚式までには完済できると思っていたのですが、今月に入って新たな借金50万円をしていることが判明しました。50万円の使い道に関しては、自分の夢のための投資というよくわからないものに使ったようです。それ以外の詳しいことは教えてくれません。彼女の夢は頭から否定するつもりもありませんが、なぜ今になってと不思議で仕方がありません。親戚や会社の方々には結婚報告を済ましており、これから招待状を送る状況です。今後結婚をしても何の相談もなしにまた借金をしてくるような気がして、正直このまま結婚をして良いものか悩んでいます。皆さんのご意見をお伺いしたいです。よろしくお願いします。ちなみに借金のことは親に内緒にしてほしいと言われています。受ける。自分への投資、彼女まともじゃないよ。投資する価値なし。婚約者のことを考えないやつに夢は叶えられない。借金するやつって何回も借金するからな。みんなはどう思う？